おはようございます。禅宗は鎌倉幕府によって大事にされてきました。日本に臨済禅を伝えた永斎禅師も九州で活躍なされていて、さらに鎌倉幕府に招かれたのでした。北条政子に招かれて源頼朝公の一周忌の同志を務められています。また鎌倉に寿福寺を開かれました。そんな鎌倉とのご縁があって、二代将軍源頼家公が回帰となって京の都に建仁寺を建てることができたのでした。建仁寺が源の建てたお寺だというのは注目すべきことです。それから何といっても五代執権の北条時頼が自身深く禅に参じていました。ごったん禅寺に参じていたのでした。この時頼公が建長寺を建てられたのでした。鎌倉の建長寺は禅の中心となったのでした。その後時頼公の子である時宗公もまた禅に深く参じて円覚寺を改装されました。夢窓国師は京の建仁寺、そして鎌倉の建長寺や円覚寺で修行に励まれたのでした。元寇3年1333年5月、新田義貞の率いる軍勢が鎌倉に攻め込んできました。北条高時は東照寺で自害して果てました。この国時も1週間後に処刑されてしまいました。これにより鎌倉幕府は滅亡したのでした。建武元年1334年、いよいよ後醍醐天皇の建武の新政が始まりました。その時、夢窓国師は60歳でした。同じ年の秋、後醍醐天皇の皇后が亡くなりました。そこで天皇は夢窓国師を招いて供養をしました。その後、再び夢窓国師を招き、後醍醐天皇は弟子の礼を取ったのでした。後醍醐天皇は、私は禅宗を盛んにしたいと思うがどうだろうかと夢窓国師に問いました。それに答えて夢窓国師は、陛下のお言葉は決して虚しいことではありません、つまりそれがよろしいと思いますと返事をしたのです。そこで後醍醐天皇は夢窓国師に、もう一度南禅寺に従して禅宗の教えを大いに広めてほしいと奨励します。しかし夢窓国師は、自分はもう年を取っていますし病気ですからと言ってお断りしました。それに対して後醍醐天皇は、仏法が盛んになるのも廃れるのもその時にどういう人がいるかにかかっていると言います。仏法の流体はその人にかかるというのです。流は栄えるですが、体には変わるの他に廃れるという意味もあります。繁栄するか廃れるかはその人にかかっています。もしあなたが断られるなら、自分にはどうすることもできないと判断を夢窓国師に委ねます。それで夢窓国師は後醍醐天皇の言葉に従って再び南禅寺にお入りになりました。初めて南禅寺に従したのも後醍醐天皇の命によって51歳の時でありました。鎌倉では北条時頼公、時宗公、定時公、高時公と北条家は世々代々禅宗を守り大事にしてきました。そのおかげがあって鎌倉時代は皆禅宗を大事にしたけれども、その北条家が滅んでしまったので、これから一体誰が禅宗を守るのであろうかという声が起こってきました。北条家が滅んで禅宗はどうなるかと不安になったのです。禅宗はもうダメだろうという噂が後醍醐天皇の周りにもあったのでした。そこで後醍醐天皇が夢窓国師をお呼びになって南禅寺に従させたのです。そのことを知って禅宗の人たちは、後醍醐天皇が再び夢窓国師を重んじてくださった、ああこれで禅宗はまだ大丈夫だと喜びの声が山林にあふれたのでした。夢窓国師もますます心を勇ましくして禅宗を守っていくことを自分の務めだと思うのです。人々は禅宗が滅びずに残ったのは夢窓国師の力であると言いました。ところがこれを面白く思っていない人もいました。
鎌倉幕府や武家に対してよく思っていない人たちがいたのです。もう北条家が滅んだのだから、鎌倉幕府に関係するものはお寺も何も一掃したいという思いを抱いていたのでしょう。北条家が滅亡した時にも後醍醐天皇に、もう禅宗など潰してしまってはどうですかと進言する近臣たちがいたようなのです。近臣たちから言われて、後醍醐天皇もさすがに困ったのでしょう。夢窓国師にどうしたものかと相談をしました。それに対して夢窓国師はこう答えました。確かに今の禅宗は昔のように優れた人たちばかりではないかもしれません。だからそしる者がいるというのは仕方ないかもしれません。けれども皆がお釈迦様と同じレベルにないからといって今のお坊さんを粗末にするようなことがあっていいのでしょうか。お釈迦様そのものでないからといってその仏像や仏様の絵を粗末にしていいのですか。お釈迦様の直接の声ではないからといってお経に書いた文字を粗末にしていいのでしょうか。そういう道理はないのではないですか。そういうものを粗末にしていいはずはありません。功徳を積みたいと思うのであれば今のお坊さんを大事にするべきですと。大勢のお坊さん方の中にはそしりを受けるような人もいたのだろうと思います。禅宗は鎌倉幕府が終わって非常に困窮しておりましたから、そういう中で問題を起こす人もいたのでしょう。禅宗を潰せと言っていた人たちはそれらの問題を起こす一部の人を捉えて糾弾していたのでしょう。どこの世界でもそうですが、悪い人間は目立ちやすくきちんとしている人は表に出ないものです。そして目立つものが叩かれるのです。だから夢窓国師は問題のある僧侶は一部のものに過ぎない、大勢の人の中にはお釈迦様の教えを広めようと真面目に修行している人もいるのですと言ったわけです。後醍醐天皇は国師の言うことは本当かなと思い、禅宗の修行とはどんなものか見てみよう、また禅宗のお寺がどういう規則を保っているのか自分の目で見てみようと考えて、大勢の家臣たちを従えて南禅寺に出向きました。夜中に後醍醐天皇がご自身で南禅寺の座禅堂や本堂などのお堂を見て回ったところ、禅宗のお坊さんたちはまるで枯れ木のようにずっと姿勢を正して座っていました。それを見て後醍醐天皇は非常に喜ばれました。そして次の朝に夢窓国師に説法してもらいました。また修行僧たちが普段寝泊まりしているお堂に入って昼ご飯を食べに行くときに全員が一列に整列して歩いている様子をご覧になって、見事な姿である礼儀作法がきちっとしていると感心しました。それから夢窓国師に説法させて後醍醐天皇はとても喜ばれました。後醍醐天皇はもともと夢窓国師に対する信頼はあったのですが、あまりにも周りの者が禅宗はダメだというので、ご自分の目で南禅寺に行ってお堂を巡ってみると、その疑いが解けて信心がますます深まりました。こういう出来事があり、鎌倉のお寺もそれ以上滅ぼされることがなかったのです。円覚寺氏には、円覚寺は夢窓一人の尽力によって危機から救われ、室町時代に生き延びたことになると書かれているのです。それでは姿勢と呼吸とを整えてまいります。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめて、この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をギューッと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をギューッと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。
最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、と吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、 ありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。